はい、どうもふめでです。今回ですけれども、またですねジョンプニさんからの情報になるんですけれども、イベントの、ね、情報になります。でサムネタイトルにあると思うんですけども、来月か10月なんですけども、まあ、スキチケがね最大6枚以上手に入る可能性があるということで、まあ、かなり激アツな月間になっておりますので、まあ、イベントをね詳しく説明していきたいと思います。まず最初の2枚に関してはあのピックアップですね、スキチケラストショーの、1枚と、まあ、これはねスキルマ限定になってしまうんですけども、曲付きスキルマの方は、もう1個のねピックアップで、スキチケが2枚目手に入るということになっております。でイベントですね、イベントの、スキチケがね、まあ、毎月2枚確定になってますので、最近はね、まあ、そこでね2枚ということでもう4枚ですね。でこの10月のね、前半のイベントすでに情報来ておりますので、やっていきたいと見ていきたいと思います。でミッドナイトマス、何これ、マスカレードか、プリンセスの絵を完成させようということで、10月31日23時59分までということで、またですね月末までということになっております。で今回も2部構成という形になっております。2部構成めんどくさい、はい、ということでやっていきたいと思います。これ一部でスキチケが手に入ればいいんですけども、まあ、どうなんですかね、まあ、その辺がちょっとピンズがさここにあるんですけども超ダサくない、あの、わかるけどこれ設定するやつおらんやろさすがに、これこのピンズ設定する人おるっていうね、ちょっとダサいピンズになっております。で5枚目までがね、10月5日から、開催されて、10月12日から6枚目以降が、解禁されるということです。まあ何枚あるかわからないんですけども、8枚か9枚ぐらいあるんじゃないかなと。まあ、5枚、10枚の可能性もあるけどね、5枚ずつっていう可能性もありますけども、まあちょっとその辺はね、まだわからないということになっております。で、遊び方1、宝石ミッションを、クリアして絵を完成させようということで、宝石を選んでね、ミッションにチャレンジするということです。宝箱ミッションはボーナスステージで、ボムやね、スキルを当ててコインやアイテムをゲットできるということですね。いいですね。だいたいこれでね、プレチキがね、1枚確定で確か入ってると思います。で、あとはコインとアイテムチケットですね。あとレベチケが入ってるかなというところです。あとハートとかか。その辺がね入ってきております。スキチケはね多分ここでは入ってこないと思いますけども、まあ、そんな感じでございます。で遊び方に、ミッションをクリアしていくと絵が完成、裏面にコレクションされるということになっております。あ、書いてありますね。8枚目までなので、後半戦は、6、7、8枚ということで3枚ですね。はい、そんな感じとなっております。5枚目まででシルバーピンズ、7枚目まででゴールドピンズ、8枚目でプラチナピンズということですね。まあ、大体7枚目のゴールドピンズらへんで月付け1枚は確定かなというところですね。でシルバーピンズで1枚かプラチナピンズで1枚かどっちかかなというところですね。はい、という感じでございます。で遊び方さん、今月の新積みはすべてキャラクターボーナスがつくよ、マイク&サーリーもねつくということで、この積み立ちを使うとミッションをクリアしやすくなるというところですね。まあこのね新、まあイベント自体がそんな難しくないので基本的に、まあ新積みのボーナスは、まあ、初心者向けの方かなというところですね。まあそんな感じとなっております。これがね新、イベントの、まあ、前半戦のねイベントとなっております。はい、後半戦なんですけれども、こちら激アツですよ。スティッカーブック、新積み限定なので、あの新積みはね引かないといけないです。皆さん月チケ回収できるんで必ず引きましょう。でマイク&サリーは強いんですけども、まあ引ききこの確率はえぐいんで、まあ、ちょっとねこの5体の中で、まあ、新積み出揃ったらですねどれが一番強くておすすめなのかっていうところを説明してですね、ステッカーブックまでに、それをねゲットしていただきたいというところをまたねちゃんとお伝えしますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、という感じでいきます。で、新積みで遊べるイベントで最後のカードは激ムズですよというところなんですけども、まあ、基本的にスキルレベル1でクリアできます。はい、なんだかんだいきます。毎回やってますけどね。
そんな感じでございます。で、遊び方1、ミッションにチャレンジしよう、クリアするとステッカーが貼れるよというところですね。で、カードをクリアしてコインやチケットをゲットしようということで、スキルチケットが、ね、載っておりますので、スキチケ5枚目確定でございます。で、遊び方に A スペシャルステージ、これがね、いつも楽しみなんですけども、各カードの最後はスペシャルステージ、ジュエリーツムツムということで、大中小の宝石が落ちてくるということで、これね、似たようなスペシャルステージがね、あったと思います。ね、あったよね。あったよね、皆さん。俺は記憶に新しい、特にね、あれだったよね、確か。なんだっけ。同じやつではないかもしれんけど、勇者ミッキーとかの時のスペシャルステージとね、多分似てるかなと思います。自分、再生リストにスペシャルステージの、動画ありますので、そこのね、勇者グーフィーとか勇者ミッキーのね、動画をね、ぜひ見てみてください。勇者ドナルドもあったと思いますけども、はい、ぜひ見てください。ということで、次。遊び方さん、スペシャルステージの注意事項ですけども、これはね、いつもと変わりなく、上限1万コインまでということですね。コインの倍率のやつは、ちゃんとね、もらえますよというところですね。あとは、毎つもの、昇級数、ね、スキルゲージの反映がちょっと変わっている可能性があるというところになります。あとは、ハイスコア最大チェーン、コイン獲得枚数は記録されないというところですね。はい。以上が、イベントの情報です。はい、でこれね、5枚になりますけども、あと1枚何かというとですね、まずはログインボーナスでもらえる可能性は1つありますよというところなんですけども、今年に入って1回も来てないんで、そこもね、そろそろ運営さん、ツムスター始まって、移行してしまう方もいらっしゃると思うんで、そこをね、食い止めるためにも、ここはログインボーナスでスキルチケット1枚、お願いいたします。あとはですね、塗り絵ミッション。塗り絵ミッションあるじゃないですか。ちょっと、つむつむゾッとズープスさんのサイトを見ましょうか。おそらくですけれども、ここだ、塗り絵ミッション。でね、これね、報酬がしょぼいんですよね。で、新つむが来ないっていうのはもう確定してですね。で、こんな感じで、ね、もらえるんですけども、今回はプンバー、ダンボ、フック船長がもらえるみたいですけども、この3体のツムもらったところで何もね、はい、メリットがないんで、ほぼメリットがない。ミッションで対象のツムになった時ぐらいしかないので、これはね、ほぼ使い道にならんというところで、他のね、アイテム何が来るかっていうと、プレチケがね、また来そうだっていうところと、アイテムチケットとかもね、来ると思うんですけども、いや、ワンチャンここでスキルチケット来るんじゃないかなと自分は予想しております。ちょっとここのツムがしょぼすぎるんでね。で、新ツムが来るっていうところも、あの情報から見るとですね、ないので、その辺でね、報酬がちょっと豪華になるんじゃないかなと。ツム以外の報酬が豪華になる説がね、あると思いますので、そこでね、6枚目来るんじゃないかということで、今月ですね、今月、来月か、ね、来る可能性ありますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、スキチケ6枚以上よろしくお願いしますってな感じで、イベントの、ね、最新情報となりました。またリーク情報ですね、機種内またいろいろ紹介していきますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、バイ。深い闇に包まれ、くじけそうでも今日